お前らさっきから何やってるんだ。ああ、葵いたんだ。いつからそこに。先輩が持ってきたマイクを使ってみようっていうところからだな。それはつまり全部見られていたってことよね。まあ寮のど真ん中でやってたら仕方ないですよね。それって私のも見られてたってことだよね。そうなるでしょうね。お腹が空いてしまったぞ。大丈夫ですよ、用意できてますから。本当か？はーい。ならそろそろご飯にしましょうか。はい、私ももうお腹ペコペコです。ああ、その前に最後にみんなで言わなきゃいけないことがあるわ。確かにそうですね。これを忘れていたら本末転倒ですから。じゃあみんなせーのでいくわよ。せーの。この大空に翼を広げて、スノープレゼンツ本日発売。